10試合46打席ぶり塁打、得点圏初アーチドジャース13メッツ、日時間30日ニューヨークドジャース、大谷翔平投手は29日、日時間30日、敵地、メッツ戦に、2番、指名打者で出場し、10試合46打席ぶりの14号を放つなど、5打数2安打1塁打3打点だった。チームは3連勝を飾った。8回西2塁で迎えた第5打席で、左翼席へアーチをかけた。走者が得点圏にいる場面で塁打を放つのは、今季初めて。打球速度103マイル、約 165.8キロ、飛距離380フィート、約 115.8 メートル、角度34度の一発だった。これで16塁打で、リーグトップを走るブレーブスのマルセル・オスナ外野手に2差に迫った。この日、初回の第1打席はサヒに倒れ、第2打席は2ゴロだった。5回1死2塁の第3打席は中前的自打だった。7回1死1塁の第4打席は空振り三振に倒れていた。塁打を放つのに46打席を要したのは今季最長だった。打率330、オプス 1.010、チームは同点の8回に4番のウィル・スミス捕手のこの日2目の勝ち越しソロをきっかけに打線が猛攻。大谷の14号などもあり、一挙6点を奪った。メッツ相手に16安打10得点で3連勝。貯金を14とした。フルカウント編集部。